はい、こんにちは。勝又博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、幼稚園3月号付録ピタゴラスゴーストアイコン幼稚園バージョンですね。こちらを紹介していきたいと思います。このね、表紙でちょっとやられちゃいましたね。すっごい金ピカじゃないですか、見た目で。こっちいざ撮ってみると、ちょっとなんかこう 黄土色みたいな、まあ金っぽいですけども、これちょっとキンキンしすぎですよね。ちょっと騙されちゃったな。すっげえかっこいいと思ったんですけども。はい。そしてこんな感じですね、中身は。幼稚園って感じです。めちゃくちゃひらがなが多い。はい。ということで、これはさておき、こちらを組み立てていきたいと思います。それでは、一休がね、こちら、テレビくんバージョン、同じような感じだったので、組み立てるのは多分、同じパティーンだと思います。お意外といい。 はい。そしてこちらが、ガンバライジングカードと説明書とシール。すごくいいですね。さあ、ガンバライジング。ガンバライジングといったらあれですね。お、フーディニーかっこいい。ガンバライジングといったら、もうあれですよ。ガリレオゴーストアイコンとかいう非条理な、素晴らしいものをね、バンダイさん用意してきましたね。ガンバライジングやってない俺からしたらカードを買うっていう行為しかできないので。でもなんか、カードを買うっていうね、項目を選択すると、どうやら、なんかその宝箱、抽選で宝箱が増えるみたいな、書いてありましたね。ホームページの方に。ちょっと、ちゃんと正式にどういう感じなのかはちょっとわからないんですが、でも、まあ、5日ちょうどね、金曜日からだって書いてあって、ちょうど休みなのでよかったです。さあ、それでは、取り付けてやっていきたいと思います。もう本当に、パッと見ただけでなんとなくもう分かっちゃいますね。よいしょ。はい。そして、これでもう完成かな。グッと。おー、入りました。あとは、シールをつけて。はい、これで、完成です。ピタゴラスゴーストアイコン。P です。まず P が見える。そして、何もない状態と、顔ですね、こちら。ちょっとわかりづらいですね、やっぱり。これがこんな感じ。はい。顔すっごいかっこいい。スペクターが使うんですね。さあ、それでは音声を確認していきましょう。あ、その前に、前回の一休と比べると、このような感じですね。 うん。はい。角度によって違うというのはなかなかまたいい感じですね。さあ、それでは変身していきましょう。あ、レバチリミナなんだ。これまた面白いですね。三角の定理、俺の言う通りと。ダブルゴーストアイコンの時もそうだったんですが、YouTube でね、公開されましたので、大丈夫だと思うので、これも返信の音声、YouTube の方だと、バッチリ見ろって言ってたのに、音声こっちで聞くと、バッチリ見な、バッチリ見なで、今回のこれもバッチリ見な、バッチリ見なで、あれですね、なんででしょうね、本当に。やっぱこれおもちゃの限界なのかな。なんかコンプリートセレクションとかで出してきちゃうんですかね。まあまあまあ、コンセレモディフィで出るのは相当先でしょう。結構ゴーストドライバーはいい商品なのでね。はい。ということで今日ご紹介したのはこちら。ピタゴラスゴーストアイコンでした。押しても何もならないです。はい。それでは、また明日。